2022年12月7日年賀動画を撮影するということで F 川がバッティングセンターに来てくれと呼び出されました。なんで呼び出した？実はあ、その前にマイク、はい、あ、はい、ありがとうございます。あ、OK、はい、F 川さん、はい、ここで何をするつもりですか？ここでホームランを打って新年を祝います。あの、それって 君がチャレンジするってこと？そうです、まあ、でもちょっと、うん、あの球速は100キロにさせてください。そういうことじゃなくてF 川さん、はい、あのソフトセンターの YouTube チャンネルは、はい、今ワンちゃんの動画が主力を占めているわけですよね、はい、で皆さんもそれに期待しているわけですよ。そうですね。にもかかわらず、はい、なんでバッティングなの？犬絡みじゃないんだ。これを見てください。じゃん。どうしたのこれ？自分でデザインして作らせていただきました。はい、F 川くん、はい、あのこういうのが、はい、通用する世界だと思ってるわけ？F 川くん、はい、ありです。うえありがとうございます。じゃあ行きます。年賀動画は新人が担当。私は2年目なんですけど、今年度は採用がなかったので2年連続でやる羽目に。早く後輩が欲しいです。なおこの動画は一部芝居がかったところや大げさなところがあります。しかしバッティングはマジです。打てますね。これは君あの経験あるの？あります打ったことないですけど、うん、ホームランは打ったことないけど、うん、まあでも当たるし、まあいけるかなみたいな。なるほど。当然打つのにこれ今日中にクリアしなきゃいけないわけ？それとも どうなの？そこはあの1月1日までに間に合えば OK ってことにしてほしいな。なるほどね、はい、なんだろう、その大晦日、はい、除夜の鐘を聞きながら涙流しながらここでバットを振ってる姿が目に浮かぶよゴーンブーンゴーンブーンってちょっと先に素振りしてね。でもなんかいける気がします。なんかホームランの的までおよそ40メートル。あの3つの的のどれかに当たればホームランとなり、店の中に素敵な BGM と祝福のコールが鳴ります。なお1ゲームあたり18球打つことができ、今回は2000円で12ゲームをすることができるプリペイドカードを使って挑戦します。初日はご覧の通り、自信はあったものの調子は悪かったですね。2日目です。前回あまりにも打てなさすぎたんで今回はボールをしっかり見るっていうめちゃくちゃ基礎と、あとコンパクトに振るっていうのを意識してやっていきます。じゃあ行ってきます。前回よりいい当たりが増えてきました。なんかちょっと打てそうな気がしてきたんで、もうちょっと頑張ります。全然打てん。結局ホームランを打つことができず帰ろうとしたその時、店長の河合さんからアドバイスをしていただけることになりました。これ3分前の映像あるから。あ、そうですね。あれなんだけど結構ボールに迎えに行ってる、うん、打ちたいみたいな、うん、待って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 バーンって打った方が確率は当たる、上がる。なるほど。まず当たらないと始まらないから、はい、当たる確率を増やしてから次に考えようよみたいな。わかりました。ありがとうございます。すいません、また次回ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。寒いんで、あとちょっとここすりむけちゃったんで手袋つけてやっていきます。
いただいたアドバイスを意識すると、またしても惜しい球が増えてきたと思っていましたが、映像で見ると全然届いてないですね。打席からはあと少しに見えてました。ちょっと打てなさすぎるんで、ちょっと最後の一押しみたいな感じでアドバイス聞いてきます。川合さんに。すいません、今多分5打席ぐらい打って、うん、まあまあ良くなってきたんですよ、うん、おかげさまで。あと何が必要ですかね。やっぱり、うん、まだ前に突っ込んでますもん。まだ前に突っ込んでるんだ、うん、あ、頭1個分ぐらい大げさにしゃがんで振ると行きにくくなる。なるほど、わかりました。頭一つ分下げるということを意識して挑戦を続けていると、閉店の22時が近づいてきました。もう一回やっていいですか。一回でいいんやけど、はい、バット、一般用のバット持ったらどうなるかなと思ってみた。黒いバット最初はもう失敗した。失敗したの。だってあんま打てんの。あ、そうね、はい、当たったらそっちも取る。何ですか。おぉ、いい感じ、いい感じ、いけるいけるで。ありがとうございます。ちなみにこんなミラクル出てました。4日目の挑戦です。なんとなくコツというかもうつかめてきたのかなっていうふうに思ってるんで、今日こそはホームラン打ちたいと思います。お疲れ様です。今日もよろしくお願いします。ちょっと雨降ってますけど、コンディション的にはちょっと悪いね。ですよね、うん、じゃあちょっと行ってきます。頑張って。ありがとうございます。今日はこの軍手を使おうと思います。ホームラン打つには軍手とかあった方がいいっていうのを聞いたんで。雨当たりますよ。雨のせいか調子のせいか、なかなかいい当たりが出ません。今日なかなか打てないのは雨のせい。きっとそう。ちょっと今日はもう雨がひどいので、もうここで終わろうと思います。ホームラン打てずにすいませんでした。次回は必ずホームラン打ちます。よろしくお願いします。よいしょっと、回させてもらうよカメラ。はい。話ってなんだ、 S かは。だから S じゃないって。だから君あのこの際さエスカーにしようか。デフカーは、はい、どうしたの。いや聞きたいことがあって、うん、そのバッティングセンターでも8000円分ぐらい使っちゃって、うん、で次のカード買うともう1万円になっちゃうんですけど、うんうんうん、これ経費的に大丈夫ですかね。エスカーは、はい、年の初めの動画でそんなせこいことを考えてどうするな。確かに、はい、5万になろうが10万になろうが大丈夫なようにちょっと俺掛け合ってくるから。 ありがとうございます、まあ、安心しら。ありがとうございます。お願いします。ちょっと待ってろ。よっしゃ。ですか。はい、安心しろ。上限1万円ということで話つけてきたから。あと2000円ってことですか。うん、まあプリペイドカードを買えば216球も打てるっていう計算だな。いや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 無理ですよ。だって今まで864回打ってきて1回もホームラン打ててないんですよ。大丈夫だ F か。お前ならできる。俺はお前を信じている。じゃあこれ頑張れ。くしゃくしゃ。
店長お疲れ様です。あ、お疲れ様です。すいません、ホームランの件なんですけど、はい、あと2000円しか使っちゃダメって言われて、ほだから、だからあと12ゲームでホームラン打たんなんてことだったんですけど、うん、めっちゃ厳しそうやね。そうですよね。ところで、うん、普通の野球やったら、フェンス越えたらホームランじゃないですか、うんうん、何そのバッティングセンターやったら今度的に当てるなんていうのってなんか厳しくないですか。あ、そうやね。結局なんか打つだけの練習の中にもやっぱり楽しみっていうか、うん、遊びが欲しいやんね。あ、だから的があった方がなんか当たった時嬉しいし、そういう感じで的は設置してるかな。そうですよね。いや、どうしようかな。なんかもうちょっと的とか下がればホームラン当たるんかな。もうちょっとあの的下げるとかっていう、そんな私のためにそんなことできんだろうしな。いやー、どうかな。的を大幅に下げてくれた河合さんの行為に何としても応えようと必死にバットを振ります。お、惜しいな。お、惜しい。ああ、もうちょっとこっち。うわよく2023年の幕を開けたかったのですが、これにてチャレンジ終了。1万円は使い切ってしまいました。いや、悔しいですね。打ちたいです、まだ。悔しい、マジで。どうすればこの動画が完結するのでしょうか。ちょっといいですか。腕買ったんですよ。締め落ち困ってて。やりますか。いや、ここから投げて、うん、当たればホームラン。許してくれますかね、これでも。OK、ありがとうございます。やってみよう。じゃあちょっと挑戦してみます、はい、ありがとうございます。いきます。あ、やばいやばい、全然止まん。もうちょっと前行っていいですか。やばい、当たらん。やばい、本当に全然当たらん。ちょっと一回、はい、一回ちょっとお手本してください。一発。当たったかと思った。これってどっから。これだけあれば十分でしょ。頑張る頑張る。ちょっと待って。もうちょい行こうか。はいはい、本当に助かりました。河合さんでよかった。
ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。こうして私 F 川は見事ホームランチャレンジに成功したのです。この動画が通用するとは私には思えません。仕事始めに上司や先輩から何て言われるのか今からドキドキしています。ということで、皆さんが今できることは何も考えずに高評価ボタンを押していただくこと、そしてナイスなコメントを書いていただくことです。改めまして、明けましておめでとうございます。本年も富山ソフトセンターの YouTube チャンネルをよろしくお願いいたします。